はい、タイヤバームクーヘンです。このサッティ、このですね、イオンはどこのイオンでしょうか。正解はですね、姫路ですね。姫路のサッティ、旧姫路サッティ、現姫イオン姫路店ですね、でございます。サティって皆さん見えますよね。サティ見えますね。サティってしっかり残ってるですね。貴重な店舗ですね。これかなり貴重なレアなですね、店舗のですね、形のやつがちょっと残ってますんでね、ちょっとまたぐるっと回りたいと思いますけども、あそこはですね、完全に残ってますね。サティのですね、亡霊というふうによく言われてますけどね。まあ、イトーヨーカドー、まあ、いろんな、イトーヨーカドーじゃないか、失礼しました。ダイエーとかですね、いろんなところは、結構そのイオンにですね、なってるところがあるんですけども、やっぱりですね、その元々の、飾ってあるですね、ところから、そのまま残ってるわけですよ。そのまま残ってるって言ったら語弊がありますけど、塗ってるわけですよ。これも見るとですね、サーティーって残ってますね。なんか薄く見えるのが分かるかと思います。はい、ちょっとですね、ぐるっと回らせていただいて、これ屋上のとこですけどね、こっちはもうかなり透けてますね。透けてます。ズドーンとですね、こんな感じですね。はい、ちょっと一旦ですね、中に侵入したいと思いますので、こんな感じで一回入りますね。失礼します。イオン姫路ですね。ちょっと一回降りてきました。ここからですね、今からちょっとぐるっとですね、一周ちょっと回っていきたいと思います。ここ1時間ですね、ちょっと買い物をした場合、無料になるので60分無料ですね。60分無料になるので、ちょっとこのままぐるっと散策いきたいと思います。1000円以上で2時間無料ですね。渋いな、これいい感じですね。いい感じです。駐輪場、サンスポーツクラブ、渋いなこれ。サンスポーツクラブ、サンスイミングスクール姫路ですね。渋いな、いい感じですね。これぞサティって感じですね。これぞザ・サティというですね、言っても過言じゃないような感じ。お、ほら、大規模交流店舗のあれがちょっと残ってますね。ちょっと行きましょうか。ですね、大規模と、これですね、イオン姫路ですけども、大規模、第1種大規模小売店舗、昭和51年の4月30日、すごい古いこの建物。
イオンって書いてありますけども、マイカルのですね、総合開発って書いてありますね。めちゃくちゃ古い。これはすごいわ。これ一回ちょっと渡りますか。ちょっとこれは渡ります。ちょっとこっち側に渡りまして、昭和51年の5月ですからね、もう46年経ってますよ。本当私ともほぼ同世代ですね。完璧に同世代の店舗です。すげえな。大した店舗ですね。もうこれ今行かなかったらもうダメだったとこだった。おお、すごいな。これは激渋ですね。ちょっとこれ店内はですね、撮影できないみたいなんで、ちょっと周りをですね、ちょっと撮影させていただきたいと思います。ちょっと逆光なのがですね、たまに傷ですけども。私、姫路城があったんですけどね、姫路城は私に関してはですね、姫路城よりもですね、旧マイカルの方が大事なんで、こっちを優先させていただきました。普通じゃ考えられないですよね。まあ、一回ですね、姫路城も行ってるので、もしまあ、皆さんももしよろしければですね、動画、ご視聴いただければ幸いですけども。3年前か4年前にですね、もう、で動画も撮っております。でもこれ昭和51年ですから、めちゃくちゃ古い店舗ですよ。はっきり言わせるとですね、めちゃくちゃ古いです。こっち召喚ですね。召喚です。裏は特にあれかな、ないかな。もうこれ公園が裏にありますね。そのうちこれ老朽化とか言われないのかな。こんな感じですけども、ちょっとスペースが、
んな感じですね。これはですね、残しておくべきの店舗ですね。はっきり言って残しておくべきですね。どう考えても残すべきですわ。これ見てくださいよ、サティになってますね。完全にサティになってます。1976年ですよね。1976年です、この店舗ができてから。だから46年ですよ。46年を経過してるですね。老舗中の老舗ですね、これ。これはずっと生き残ってほしいですね。本当に、心から思いますね。はい。まあ、これ団地とかがすごい、マンションとかですかね。いっぱいあるんで、結構な感じですよね。はい、戻ってきました。で、一旦ここで終了したいと思います。ありがとうございました。皆さん、これ下にですね、姫路サティって見えますね。これは貴重ですね。姫路サティって見えます。貴重な駐車場のですね、看板。